グライマイ。はい、皆様こんにちは。リオオーストラリアシドニー留学センターの須田です。現在もシドニーの方ではロックダウン中ということで、今日で4週目に入りました。あと少なくとも2週間ロックダウンが続くということで、引き続き自宅からリモートワークでお伝えしています。今回取り上げる内容というのが、オーストラリアに来られる方、留学生にとっては必須のビザである学生ビザについて少しお話をさせていただければというふうに思っています。今回取り上げるトピックは3つになります。まず1つ目ですけれども、学生ビザとは何という基本的な概要についてお話しさせていただきます。そして2つ目に関しましては、学生ビザの申請の基本条件についてお話をさせていただきます。そして最後3つ目になりますけれども、3つ目の方では学生ビザを延長する時の注意点についてお話をさせていただきますので、最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは行きましょう。それではまず一つ目のトピックである学生ビザの基本的な概要についてお話しさせていただきます。学生ビザと言いますと、もう名前の通り学校に行くためのビザという形になっています。他にワーキングホリデービザでも、オーストラリアでは就学をすることが可能ですけれども、最大で17週間約4ヶ月までの就学が可能になります。5ヶ月とか半年とか、もしくは1年間とか、ある程度まとまった長期の期間で学習をしたいという方に関しては、ワーキングホリデービザではなく学生ビザを申請していただく形になっています。この学生ビザなんですけれども、基本的には3ヶ月以上、12週間以上の就学をする方であれば、取れますよというふうに移民省のサイトの方では発表になっています。学校によっては12週間未満、例えば8週間2ヶ月ぐらいのちょっと短期の就学期間であるコースを開講しているケースもあります。こういった時も、ケースバイケースですけれども、12週間未満でも学生ビザを申請することは可能になっていますので、こちらは各学校に相談をしていただくということになっています。オーストラリアの学生ビザなんですけれども、12週間以上3ヶ月以上就学するときに、基本的には取っていただきますけれども、学習の分野ですね、内容としては大学、大学院のほか専門学校と、もちろん語学学校も行けますし、あとは現地の小学校、中学校、高校なんかも留学をするときに、こちらの学生ビザを申請していただく形になっています。就学をするときの条件なんですけれども、基本的に学生ビザで就学をするときは週に20時間というのが必要になってきます。例えば語学学校ですと、パートタイムという感じで週に15時間とか14時間っていうような、ちょっと短い時間でやっているコースというのがあります。ただこちらの14時間とか15時間というパートタイムですと、やはり学生ビザに必要な週20時間の授業っていうのに適していないので、残念ながらパートタイムでは学生ビザが取れないということになるので、お気をつけください。注意点としては出席率が上げられます。移民省の方で学生ビザを取られる方の場合は 80% 以上の出席率が必要ですよっていうふうに案内されています。こちらの 80% の出席率なんですけれども、特に語学学校の場合は注意しないといけません。大体語学学校の場合は週に月曜日から金曜までの週5日というのが多くなりますけれども、計算上ではそうすると 80% 出ればいいので、1日週5日のうちの1日は出なくてもいいんじゃないかっていうふうに思われる方もいるかもしれませんけれども、厳密にはこちら計算上通りにはいかなくってですね、毎週1回必ず休んでいるとどこかで 80% を切ってしまうというちょっとからくりがありますので、基本的には授業に出るということが大事になってきます。もちろんですね、体調不良とかで休まないといけないとかっていうこともあると思います。こういった場合なんですけれども、お医者さんに行っていただいて、お医者さんでの診察をしていただいた後の、証明書を必ず入手していただきまして、これを就学している学校に提出いただければ欠席扱いにならないという措置をしていただけますので、必ずこちらの方もお願いいたします。学生ビザの利点なんですけれども、やはり一つ挙げるとしたら、合法的に働けるということになると思います。2週間で40時間まで働くことが可能になっていまして、また職種も特に問われていません。ですのでレストランとかで働くのもよし、あとはツアーガイドとして働くのもよし、あとはホテルのベッドメイキングなんかで働くのもよし、もちろんその他オフィスワークもろもろも働くのも問題ありません。2週間で40時間までという時間数さえ守っていただければ、
例えば一つの雇用主がなくて複数の雇用主の下で働くということも学生ビザの期間内であれば可能になっています。ですので現地で生活費とか食費とかそういったもろもろを少し稼ぐということもできるのがこのオーストラリアの学生ビザの利点じゃないかなっていうふうに思っています。2つ目のトピックである学生ビザの申請するにあたっての基本的な条件についてお話しさせていただきます。5つのポイントについてお話しさせていただきます。まず1つ目なんですけれども、ご年齢。2つ目が十分な滞在資金を持っているかどうか。3点目、政府認定のコース学校であるかどうか。4つ目、留学生保険に加入しているかどうか。そして最後5つ目が学生ビザを申請するにあたって正当な理由であるかどうかというところになってきます。それではまず1つ目からお話しさせていただきます。まず1つ目の年齢なんですけれども、こちらは6歳以上であればどなたでもビザ申請をすることができます。最低で、6歳からで上ですね。最高は特に指定がありませんので、70歳でも80歳でも元気があれば学生ビザを取っていただいてオーストラリアに来ていただくということが可能になっています。そして2つ目になりますけれども、十分な滞在資金を持っているかどうかというところですね。こちらはですね、特に日本人の場合はビザ申請の時に十分な資金を持っているかどうかの証明書、銀行の残高証明書を出しなさいということは基本的に問われることはありません。ただ絶対ではないので、ケースによっては事前に用意をしていただく方がいいかなというお客様もいますので、そういった方の場合は弊社の方からもサポートしています。大体ですね、はっきりとは出てはいないんですけれども、月々大体1200から1800ゴードルを持っているということが条件になっていますので、単純ですけれども毎月その金額かける滞在をされる期間分の金額をお持ちいただくという形が必要になると思います。ただこれは本当先ほども言いましたけれども、あんまり問われることはないので、そこまで資金がないと学生ビザが取れないのかっていうことではないので、そこら辺は柔軟にやっていければいいかなっていうふうに思っています。続いて3つ目なんですけれども、政府の認定校であるかどうかというところになります。こちらですけれども、政府の認定校であるかどうかというのはクライコスという、機関がありまして、こちらに登録されているかどうかというのが判断基準になってきます。ですので、皆様の方では大抵、留学のエージェントを使われて相談される方も多いかなと思いますので、こういった場合は、エージェントの方に学生ビザが取れるコースまたは学校であるかどうかというのを随時確認いただくことをお勧めいたします。続いて4つ目になります。留学生保険に加入しているかどうかということですね。こちらなんですけれど、一般的な日本国内でオーストラリアに来る前に入っていただく旅行保険とは別の保険になります。留学生保険というのはオーストラリア国内の保険会社が出している保険になります。健康保険みたいな感じになっています。ですのでキャッシュレスではありませんですけれども、こちらの留学生保険を必ず加入していただくということが必要になってきます。こちらの手続きに関しましても学校の入学手続きと合わせて弊社の方でもサポートしていますので安心してください。そして最後5つ目のポイントになるんですけれども、こちらですが大事になってくるんですけれども、実際に学生ビザを取るときに、ビザを申請するときに提出しないといけない書類の一つになりますが、学生ビザを取って本当に勉強をオーストラリアでしたいのかという正当な理由っていうのが必要になってきます。こちらもですね、特に文字数とか決まってはいないんですけれども、ある程度順序立ててストーリーを作っていくといいますか、支離滅裂にならなくってきちんと話が筋が通っているというような形で就学をしたいという正当な理由を英文で書いていく必要があります。こちらの就学理由を書く際にあたってのポイントとかサポートっていうのも弊社の方ではしておりますので、お気軽にお問い合わせいただければというふうに思います。最後3つ目のトピックになりますけれども、学生ビザを延長する場合の注意点についてお話しさせていただきます。こちらの延長する場合なんですけれども、基本的には2つ注意点があります。1つ目の注意点というのが、コースとコースの間の空白期間、ギャップ期間を8週間までにすることになります。
そして2つ目なんですけれども、学位レベルを下げないことということになります。原則として8週間以内に次のコース学校を開始してくださいねっていうふうになっています。ただ大学とか大学院、あと専門学校もそうなんですけれども、語学学校と違って開始日が決まっている、年に数回しかないというケースの場合なんですけれども、こういった場合、例えば前の修学していた学校コースが11月とか12月に終わりました。でも次に始まるコースが2月頭とか、例えば3月中旬からスタートしますっていうようなケースも出てくると思います。こういった場合ですと、空白の期間というのがだいたい2ヶ月以上、3ヶ月から4ヶ月空くケースもありますけれども、こういった場合は特に気にされなくても大丈夫です。あらかじめ学校が指定しているコースの期間というのがそこでないと始まらないということなので、こういった場合は、大丈夫というふうに見なされています。ただ語学学校の場合ですけれども、語学学校は毎週月曜日からコースが開始することが多いので、こういった場合には必ず8週間以内にコースを学校をスタートするという必要性がありますので、ここが注意が必要になってきます。続いて2つ目のポイントなんですけれども、学位レベルについてになります。オーストラリアの学位レベルというのは、語学学校、それから専門学校、大学、大学院でどんどんレベルが、教育のレベルが、学位レベルが上がっていきます。例えば語学学校を最初にやってて、次専門学校、英語力が達したので専門学校に行きたいですって言った場合は特に問題はありません。なぜかというと、語学学校から専門学校ということで学位レベルが一つ上がるということになるので問題ないんですね。ただ稀になんですけれども、現在大学に通っています、で大学が就労したんですけど、もう少し、英語の勉強をしたいから語学学校に学生ビザを取っていきたいですっていう方もいるんですけれども、こういったケースはちょっと注意が必要です。なぜかというと、語学学校と大学の学位レベルというのは異なっているため、大学の方が明らかに語学学校よりも学位が高くなります。ですので高い学位から下の学位に下げるという場合は、基本的にイミグレーションの移民省の方ではあまりよくは思っていません。そこに本当に正当な理由がない限りは、なかなか学生ビザが下りないということもありえますので、学位レベルを上げる、例えば1個上げるのもいいですし、2つ上げるのも全然問題はありません。とにかく上げるのは問題ないんですけれども、学位レベルを下に下げるということに関してはちょっと注意が必要ですので、こういったことをご検討いただいている方に関しては、留学エージェントのカウンセラーさんによくお話を聞いていただくのがいいのかなというふうに思っています。ということで、今回は学生ビザの基本的な情報についてお話しさせていただきました。こちらのオーストラリアのコロナに関しても何か気になることがあれば、どしどし質問の方をいただければ、こちらの YouTube の方でも発信していきたいなというふうに思っていますので、ぜひコメント欄の方にご連絡いただけると嬉しいです。今回の案内は以上となります。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。